こんにちは、いちごタルトです。今日は佐賀県の呼ぶ子のイカが名物で美味しいって聞いて、イカの姿の刺身、イカの形のまんまの刺身、なんていうんですかね、お刺身がすごく有名で美味しいということで、今から海の中にレストランがある海中魚所マンボウさんっていうところにちょっと食べに行きたいなと思います。前高知編で海底水族館を紹介したと思うんですけど、そんな感じでなんかちょっと海に潜って窓でお魚さんが泳いでる中でイカを食べれるみたいな、ちょっと残酷なんですけど、そこに行きたいなと思います。そしてその後は七つ釜っていう、そこからめっちゃ近くはないんですけど、すごい岩がすごいところを船で通れるみたいで、ちょっとそこに行きたいなと思っています。とりあえずちょっとまずはご飯を食べに行きたいと思います。呼ぶ子のイカを食べに行きたいと思います。で、今ちょっと今日七つ釜の玄武館がすごいところ、玄武洞、玄武館がすごいところなんですけど、城崎温泉に行った時に見た玄武洞のところみたいなのが洞窟になってるみたいな感じなんですけど、船で近くまで行けて、でちょっとその船天気がいいと洞窟の中まで入って、こう真上から岩がこういうのを見れるらしいんですけど、さっきネットで調べたらちょっと今日風が強くて波があるので洞窟の中には入れないかもしれませんって書いてありました。ちょっと残念。でも船もイカ型の形で、なんかちょっと面白いやっぱりイカが有名なんだなって思うんですけど、もしかしたら波が高いと運休しちゃう時もあるみたいで、ご飯食べてから、ね、波が午後になるとどうなるかわかんないのでちょっと心配なんですけど、もしかしたら乗れんかもしれんし。あ、めっちゃ桜が綺麗、やばい。ちょっと葉桜になりつつあるけど、唐津城見えた、めっちゃかっこいい、桜とめっちゃ合うよ、綺麗だな。めっちゃいいですね、お城。目的地付近です。わあ、めっちゃ海が綺麗。そして到着しました。あれが海の下に多分続いてる。ちょっと行きたいと思います。来たんですけど、行きか売り切れだって、どうしよう。どこもなんかなさそう、なかった、どうしよう。みんなに姿の食べてきてねって言われたし、せっかくなら食べたいけどここないみたい。他のとこももう2時過ぎなので、結構見てきたところも満車、結構すごいこの時間でも車多いとこあったから、一応でもちょっといろいろ見て、ありそうなとこがもしあれば食べたいなと思います。なかったらちょっと諦めるかな。はい、ということで、なかった、売り切れ、いや超混んでる。もやっぱ雑誌とかにも載ってたりするとみんなあれですよね
ちょっとどっかないかな。多分走ってたらいっぱいありそうですけどね。一番遠そうなちょっとお店に設定したので、その道中であったら見つつ、そこがなんかちょっと市場みたいになってて、水槽にイカが泳いでて、その場でなんか買うと閉めてくれるっぽいところがあったので、ちょっとそれも気になるからそこに向かっていこうと思います。どっかで食べたいな。カード有効期限は2026。到着しました。もうちょっとあるかわからんで、見てくるだけ見てくれと思います。少ないから、なくなったらなしって書いてあったけど、一応まだ生きイカがあったので定食を注文します。まず塩で、次にレモンで、わさび醤油。ドーン、来ました、アオリイカ。綺麗。お、いただきます。天ぷらにしてもらいます。天ぷらもなんか歯ごたえがしっかりしてて美味しい。今出てきたら売り切れになってた、よかった。ごちそうさまでした。イカ本当に新鮮で、なんか食べたことあるイカのお刺身、あの細くなってるやつってなんか噛み切れないっていうイメージがすごい強いんですけど、今日ねはすぐ噛み切れたし、お塩をつけたらほんと甘い、なんかもうめっちゃ美味しかった。でお塩だから海にこう泳いでるイカにガブってかぶりつく感じの味でもあの生臭いとかじゃなくて、なんか海のなんか塩の味はするんだけど、なんだろうな、めっちゃ美味しかったです。醤油もちょっと甘いめの醤油で美味しかったし、最後天ぷらにしてもらえて、天ぷらにするとしっかり歯ごたえが出て、もうなんか何重にも楽しめて、しかも、ね、お値段もちょっと3300円でいいお値段なんですけど、超満腹、もう満足です、大満足です。で、多分ご飯食べとったところからも船がちょっと見えたんですけど、今からなんかイカの形をした船で、さっき言ってた七つ釜っていう
岩がすごいところに行きたいと思います。ちょっと洞窟の中までは入れないっぽいんですけど、結構風が強くて運行はしてるっぽいので、もうちょっとであと20分ぐらいで出航なんですけど、5分前ぐらいに行けばいいとネットで見た気がするので、ちょっと早速向かいたいと思います。ここから5分ぐらいですぐなので、ちょっと気をつけていきます。4時半のに乗りたいな。1時間以内100円。着きました。多分これにあっちに乗るのがあるけど、乗っていくと思います。チケットまだあるかな。平常通り運行でも結構風強いです。これはクジラかわいい。ではイカ丸の方に乗ります。入れるといいけど波で入れなさそう。ちなみにイカ丸は1800円です。ちょっとで出発します。ダラツダマ遊覧船イカ丸をご利用いただきまして誠にありがとうございます。釣りしてる人もめっちゃおる。進行方向向かって右側の小高い丘の上に白い大きな仏像が見えますが、これは玄海灘の航海安全を祈願して建立されたもので、高さはおよそ10メートルほどございます。はい、まず最初にですね、メガネ岩になります。はい、船の右側にですね、ひし形の穴の開いた岩がありますよ。はい、あの岩ですね、メガネ岩、別名ですね、ひとめ岩と呼ばれてます。はい、右真横にですね、ありますね、ひし形の穴の開いた岩です。上辺に見えますのはメガネ岩。はい、右側上の方ですね、右上、はい、四角く細長い発売のですね積み重ねたように見えますので、材木岩と呼ばれてます。はい、四角い材木をですね積み重ねたように見えますので、材木岩と呼ばれてます。ちょっとですね、波がありますので、波の状態では洞窟は入れません。いいですか。本日ですね、ご了承ください。奥行き70メートルほどで、満潮時には小舟で通り抜けることができます。また大きな洞窟は間口高さともに5メートル、奥行きが100メートルほどでございます。真っ黒な洞窟の中にはところどころに野バトの巣などがありますが、自然の洞窟の天井部分は柱状設備の断面が見え、その姿はまるで蜂の巣、あるいは水晶のように見えます。あ、すごいすごい。すごい、マジで中まで入れてよかった。すっごい波の時
木刀ですよ。すごい。が見えてきます。1,2,3,4,5,6,7個ある。すごい、来れてよかった。これ以上近づくとですね、たまに上から石が出てきます。案外のね、これ以上近づきません。すごい、かっこいいな。でも揺れがすごい。よく入れた、こんな揺れで。波がかかりそうけど。帰ろうかな。食後にこれは結構きつい。はい、一番左側の方が熱いテーマを通しています。反対側が明かり見えていますよ。はい、その洞窟ですね、およそ70メーターほど貫通してまして、ちょっとなんか見えてきます。たまに水上バイクですね、サーファーシークラップの人来て通り抜けて遊んだりしています。で、シークラップやサーファーの人ですね、ボートの上に見えるかな。この生き方ですね、船が大きいため通り抜けて遊ぶことできません。はい、じゃあ帰りますよ。上の方いいですか。揺れますんでしっかり手すり握っていてください。相当ですね。そうですね、もうできればちっちゃい子は椅子に座ってください。危ないので、ちっちゃい子は椅子に座ってもらった方がいいですね。危ないですよ。風がすごくてやばいな。ちょっと車に戻ろう。おさおさすぎる。はい、船から戻ってきました。とりあえず船の波が荒すぎてやばかったです。マジでジェットコースター並みで、ジェットコースター苦手な人とか船酔いする人、結構今日の波の高さだと結構やばかったかも。結構風が強いのでよりあれなんですけど、でもちゃんと七つ釜の洞窟の中に入れてよかったです。すごい、どんどん直進に進んでいくから大丈夫かなと思ったんですけど、波が高いと入れない時もあるみたいなんですけど、今回はちゃんと入れたので本当に良かった。中の景色めっちゃ良かったです。すごーってなった。もう揺れはねちょっとあるけど、外よりは全然なくて、じっくり見ました。写真もいっぱい撮ったけど、なんかやばいやばいと思って、早く撮らないかんと思って、あんまりいい写真が撮れんかったかもしれん。映像でもと結構ね、距離が近くてだいぶ、あんまりいい風に映ってないかもしれないんですけど、ぜひ皆さん生で見に来てみてください。今日は呼ぶ子のイカを食べてイカに乗りました。でここら辺だけでもすごい楽しめたので、ぜひ皆さんもね、来て美味しいもの食べて、楽しいなんかいいもの見に来てみてください。ということで、以上いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがとう。